こんにちは、速稼塾の久保です。私ね、三味線を始めて4年になるんですよね。で、同時に、歌の方ね、民謡の方もやっているんですけども、おかげさまで、4年も経てばね、そこそこのものにはなったんではないかなと思いまして、さまざまなステージを去年おととしといただいていたわけです。大阪ですとかね、栃木の方にもその機会がありまして、演奏したり歌ったり旅をしたわけなんですけども、今年はね、やっぱり今年に入ってステージないですね。で、今インターネットでね、ライブ配信をしております。そちらの方でも、もしね、ご縁があったら YouTube なり Ustream なりでお会いすることができると思うんですが、他の演奏者さんとね、一緒なんで全国セッションなんですよ。ですんでね、もしかしたら私の腕がね、ちょっといまいちだってことがバレちゃうかもしれません。さあ、そこでですね、今日お話したいのは、じゃあ私がね、民謡三味線やって初日目から1日目からね、そんなことができたかってことなんですよ。これはビジネスも一緒ですけども、私がね、アフィリエイトをやって初日からですね、稼げたな、そういえばどうしよう、話が終わっちゃう。はい、一般論申し上げます。最初のその日からビジネスを始めて集客に成功する方とか、売上がドーンとね、50万100万立つ方っていますかね？多分いないと思うんですよ。むしろ最初は試行錯誤して時間はかかるけども歩みが遅かったり、いろんなビジネスやってみたんだけどもうまくいかなかったりってことを乗り越えて、それからだんだん腕が上がっていくと思うんですよね。なぜならビジネスの世界って練習がないんですよ。ビジネスの世界って初日目から自分がいかにね、初心者でもすでにプロがずらっと揃ってるんですよ。そのプロがずらっと揃んでる中に自分も入っていって、お客さんはその中から選べるわけなんですよ。選ばれると思いますかってことなんですよ。じゃあどうやってね、選ばせるかっていうことなんですけども、まずは目立っていくために、突飛なことをしたり、まず数がたくさんあることによってね、この人またたくさんアピールしてるなっていうふうに思われることだと思うんですよ。それでも選ばれないことがあります。でもやっぱりね、ビジネスを始めて初日目からできますかねってことなんですよ。で、動画のことになぞれてね、吉谷さんも言われてましたけども、じゃあね、動画を1本2本、これはね、腕立て伏せ1回とか懸垂1回というレベルですよ。それで筋肉つきますかね、売り上げ立ちますかねってことですよね。私も同じなんですよ。いや、さすがにね、三味線の練習1日でじゃあステージの依頼来ますかってことなんですよ。来ないですよね。まずは知られてない、知られたところでまだ1回かってことになるんですよ。じゃあ100日やったらいいのか200日やったらいいのかってことになります。もちろん1回よりも100回の方がいい、100回よりも200回の方がいいです。ただ数をやってもダメだってことがあるのが実力の世界なんですよね。10年の経験がある人でも未だにうだつが上がらなかったりとか、30年その世界にいたんだけども全く目立たないと、全く評価されないってこともあります。ですんで、その中で何をやってきたのか、どの方向を向いてやってきたのかってことも大事だと思うんですよね。で、インターネットビジネスの話に戻りますけども、じゃあアフィリエイトをやって売り上げをたくさん立てようと思ったら、アフィリエイトサイトが1個でいいんですかってことなんですよ。で、その1個のアクセスが1日1アクセス、商品は3000円のもの、これでどうやって億万長者になるんですかと。1日1アクセスしかなくて、購入率が 100% でも1日1個しか売れないんですよ。それで3000のもの売ってます。30日で9万円です。これでどうやって億万長者になるんですかと。やっぱり一つのサイトで3000売れるとしたら、それを100個作ってね、30万にしていくっていう、そういうふうな努力も必要になってきますよね。で、しかもそれを長く続けることによって、蓄積が起きて月収100万には近づくと思うんですよ。億万長者にもなれると思うんですよ。じゃあね、まずは数の動きをしていない、数をやる前にグダグダ文句言ったりとか、勉強と称してインプットばっかり繰り返してると。はっきり言ってね、インプットあんまりいらないです。インプット1したらアウトプット100するぐらいの、このぐらいのペースでね、ちょうどいいと思いますよ。ですんで、未だに勉強してる方、ノウハウをたくさん買った方、全く無駄です。自己アフィリエイト1個あればもう大丈夫です。あとはアウトプットの数だけですよね。 YouTube だけがあれば大丈夫です。あとはアウトプットの数だけです。本日は以上です。